アンナ・アスカーニはイタリアの政治家である。2009年にペルージャ大学で哲学の学士号を取得し、2012年にトレント大学で修士号を取得した。2016年以来、グイド・カルリ社会科学国際自由大学の政治学の博士課程に在籍している。2006年18歳の頃、アスカーニはウンブリア州にある故郷、 シッタリカステロの市議会の議席に立候補した。翌年、民主党の誕生に伴い、2007年民主党、指導者選挙でエンリコレッタを支持した。2013年総選挙で副会議所に選出された。同年の予備選挙では、後秘書に選出されたマッテをンチを支持した。2017年の予備選挙で再び、レンツを支持した。2016年、ホーブスは、アスカーニを、 最も影響力のあるヨーロッパの政治家の30人に指名した。2018年総選挙で副選挙区に再選された。あと、ロベルト・ジャケッティのランニングメイトとして2019年の予備選挙に出馬した。二人は3位となったが、アスカーアニは民主党の副大統領であるデボラ・セッラッチアーニと共に任命された。2020年3月14日にコロナウイルスの 感染が確認された。ありがとうございます。